クリスマスおめでとうございます。昨晩はクリスマス夕杯をみんなで持って、そしてお祝いをいたしました。私はですね、子供の頃からどうして25日の前の晩、24日の晩にですねクリスマスをお祝いするのか、とても不思議に思っていました。どうして25日にしないのかなって思っていたんですね。これは京都で生まれ育っておりますので、祇園祭りの宵山みたいなものかなっていうふうに思っていたんです。しかし違うっていうことが分かりました。イエスが生まれたところはユダヤという国です。国によって時間の捉え方とか数え方っていうのが違うんですね。で、現在の日本では真夜中の0時のところで日付が変わりますけれども、このユダヤという国ではですね、日没から夕方から一日が始まるんですね。日が沈んだ時、まあ、だから日によって違うわけですけども、そうしますと土曜日という、私たちが土曜日と考える日は彼らにとっては金曜日の日没から始まる。ですから24日の夕方の日没から25日が始まるんですね。ですからこのイエスの降誕をお祝いするのは、私たちにとってはそれは24日の晩なんですけども、彼らにとってはこれは25日が始まったその日ということになりまして、まあ、これを知ってからですね、私は子供の頃から抱いていてですね、これは祇園祭りの宵山みたいに前の晩に何かをするのかってずっと思っていたんですけども、まあ、それ誰にも言えなかったんですけども、その疑問は一つ解決をいたしました。ちゃんとこれは25日にお祝いをしているのだっていうことなんですね。それからもう一つまだあるんですけども、そういうあんまり人に聞けない疑問っていうのがこの心の中にあるわけですけども、聖書の中にはイエスが生まれた日が12月25日だとはこれどこにも書いていないんですね。じゃあどうしてこの12月25日にお祝いをするんだろうっていうのはだいぶ後になっていろいろと調べて分かりました。これはそれが制定された頃、まあ、それをそうし、お誕生日をお祝いしましょうみたいなことを制定された頃に、まあ、すでにヨーロッパにあった当時のお祭りが転用されたのではないかというふうに言われているんですけども、まあそういうことを知っている失礼しました、その人の中にはですね、キリスト教会がその聖書にも書いてないような12月25日にお祝いすることには意味がないっていうふうに考える人も、まあ、時にはいるわけです。また聖書に書かれているこのキリストが来てくださったということはもっと深い意味があることなのだから、誰かの誕生日をお祝いするようにこの一日を定めて祝うことにも意味がないっていう、まあ、人も、おられます。確かにこのクリスマス12月25日という日にですね、この日本、まあ外国のことは知りませんけども、日本の社会現象としてですね、まあ、子供がいれば子供にプレゼントを渡し、恋人同士だったらプレゼントを交換したりですね、それからケーキを食べる。私は小さい頃はクリスマスが来てもずっと教会行ってたのでケーキ食べなかったんですけども、教会に行ってない友達が昨日はケーキを食べてクリスマスをしたのとか言われると、私たちケーキ食べてないのにって思ったことがあるんですけどもね、まあ、ケーキを食べる日ですよね。25日はもうケーキがいっぱい売れます。クリスチャンでない人たちもですね、まあ、ケーキ食べる日なんですね。それからまた最近では恋人がデートをする日にということにもう定着してきたような気がいたします。まあ、そういうふうな定着の仕方っていうのには、まあ、私もクリスチャンの端くれとしてですねちょっと違和感があるわけですけども、しかし
イエス・キリストがこの世に生まれてくださったという日を12月25日に定めて、おめでとうございますっていうふうにお祝いをすることはとても大事なことではないかと私は思っております。でこの世にはですね、自分が生まれた正確な誕生日っていうのを知らない人、これもいるんですね。何かの事情があってお母さんが預けた赤ちゃんに誕生日がこう書いていないとですね、もうそれを知る術はありませんので、その赤ちゃんが見つかったその日をその子の誕生日として登録をして、そして預けられている施設などではその日をお祝いの日にします。本当に生まれたその子の誕生日が正確に特定できなくても、一年に一度その子の誕生日を設定して、みんなでその子の誕生日をお祝いするということにはとても大きな意味があります。誕生日を祝うということは、昔は赤ちゃんの時、小さい子供の時病気でよく死んだので、3歳5歳7歳ここまで成長して生きていることができてよかったね、そういうことを感謝する日でもあったと思うんですけども、また現在ではですね、家族で誕生日をお祝いする、その子の誕生日をお祝いする、その子がうちの家族家庭に生まれてきてくれてありがとう、出会えたことに感謝する、その感謝を表す日でもあるのではないかと思います。ですからその誕生日っていうのが正確にいつなのかっていうことはそんなに大事ではなくって、もうそれは分からなかったら仮の日でもいいと思うんですね。そしてその日を用いてその感謝とその人への愛を伝えることが大事なのではないかなというふうに私は思っております。そして同時にですね、お誕生日おめでとうっていうのは結構気楽に言えるんですね。で、お誕生日、1年に1回しかないんですけども、お誕生日おめでとうってこう言ってもらった時、何かわからないんですけどもね、なんか心が熱くなってきます。生まれてきてよかったなっていうような感じがこうずっと、心に上がってきますね。そしてそう言ってくれた人は、言ってくれる人もあれば言ってくれない人もあるあれですけども、それ今まで長い年月で出会ったたくさんの人がいますから、しかしその言ってくれた人は私に出会えたっていうことを喜んでいるんだ、それをとても感じるんですね。お誕生日おめでとうって言ってもらった時にそれを感じます。ですからこのイエスの誕生日もですね、キリスト教会は12月25日を制定して、そして教会にとってこれは大切なものなんだっていうふうにしまして、長年毎年12月25日お祝いをしてきました。さてですね、このイエスの誕生物語が聖書の中にはあるのにその日が書いてないっていうことはですね、ひょっとしてですね、イエスも本当の誕生日のわからない子だったのかもしれません。母マリアはイエスに付き添ってずっと最後まで行動を十字架にかかるまで共にしていましたから、彼女に聞けば本当のことが分かったかもしれませんけれども、現実の彼らにとってはそんなことは大切ではなかったような、そういう文化だったのかもしれません。例えばですね、私たち日本人は名字っていうのを大切にしますよね。家のファミリーネームっていうか、私だったら小森っていう名前ですね、旧姓は山口ですけども、そういう家の名前っていうのはとても大切です。あそこの山口さんとこの、4番目のお子さんよとか言って名前を覚えてなくくれなくても名字は結構覚えてくれます。友達も名字で呼びます。しかしインドネシアっていう国ではですね、名字っていう概念がないそうです。親がつけた名前だけがその子の名前で、ファミリーネームっていうのがないそうなんですね。文化によって
何が大切かっていうのが異なるわけですけども、同じようにこの誕生日を覚えて大切にする文化っていうのもあるし、まあ、そんなこと誕生日なんかどうでもいいじゃないかっていうような意味を見出さない文化も世界の中には、あるかも分かりません。まあ、2000年前のユダヤっていう国はどうだったのかそれは分かりませんけれども、実はこのイエスの誕生っていうものが教会にとって大事になってきたのは80年代というイエスが死んだ後50年も経ってからのことでした。もうその時にはマリアも死んでいたでしょうし、まあ、それより何よりですね、80年代の教会にとって、まあ、母が語る本当のことよりも教会の信じる信仰告白の方が大事になっていたと思われますので、聖霊によって宿り乙女マリアから生まれたという誕生物語が、出来上がっていったのだと思われます。マタイによる福音書にはこの福音書全体にはですね、イエスの誕生物語から始まりまして、公生涯っていう、まあ、宣教を人々の前で宣教をしていったそういう生涯での教えと行動、そして最後に受難物語が記されて、そして十字架にかかって死んで3日目に復活して、そして天に昇ってまた来ることを約束してこのマタイによる福音書は終わるわけですけれども、マタイがイエスをどう描きたいか、その基本がまずあって、それに沿ってこの誕生物語も描かれていきました。マタイはイエスをただの人、まあ、普通の人間としてではなく神の子だと言います。それは旧約聖書が予言したことの成就であり、神ご自身もまた証明していることなのだというふうに言いたくってですね、彼は自分の福音書で旧約聖書をいっぱい引用して、それを記していきました。このマタイの福音書が、まあ、今私たちの聖書として私たちに与えられているわけですけども、ですからこの、まあ、私はですねクリスチャンホームに育って小さい頃からクリスマスを毎年やってきましたので、イエスは聖霊によって宿り乙女マリアから生まれたということをずっと教えられてきました。この世の中にはいろんな人がいます。もう私はどっちかっていうと素直なタイプなので、そこ笑ってもいいんですけども、言われたことは大体ふーっすーっとこう全部信じるタイプですね。しかし世の中にはいろんな人がおられて、その今現在自分の見ているところで起こらないようなことは絶対信じないっていう人もおられますね。バカな話は信じられないという人がいます。そしてまたもう一方に、でも神の子なんだから人間が信じられないような奇跡の方が神の子なんじゃないかな、だから信じられるんだっていう人もいるわけです。このマタイによる福音書にはそのような二つの全く異なる受け取り方が記されています。このイエスの誕生を受けて2つの反応があったのだということがここに書かれているわけです。一つの受け取り方は不思議なことを信じる人です。彼らは遠くの国の人たちでしたが、星で占いをする人のようで、まあ、その言葉の意味、は時代によって変わってきますので、まあ、占星術の学者っていうふうに今なってますけども、昔は博士たちっていうふうに訳されたり、いろんな、訳があるんですけども、まあ、賢い人たちだったようですね。まあ、王様っていうふうに言われたりもしますけども、まあ、博士たちですね。彼らはユダヤ人の王が生まれたという星を見て拝みにやってきました。ユダヤ人の王を拝みたいと
と言ってやってきたっていうんですか、私はこの彼らっていうのはあのディアスポラっていうあのユダヤ人、もともとはユダヤ人だったのではないかなというふうに思うんですけども、これは確かではありません。私がそう思うだけです。で、彼らは東の遠い国から遠路はるばるエルサレムにやってきて、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかというふうにあのみんなに尋ねました。道を歩く人たちみんなに尋ねました。彼らは遠くからやってきました。で、自分たちあの彼らはユダヤ人の王様が生まれたから拝みに来たっていうことは、その、 あのユダヤのその現地っていうんですかね、ユダヤの国ではみんながもっとあの喜びに湧いているんじゃないかというふうに思ったんじゃないかなと思うんですけども、聖書の中には実際そうでなかったっていうふうにみんなが不安になったっていうふうに書かれています。だからそのことにってちょっとこうあの思ったかもしれませんね。そのことは分かりません、しかし、まあ、彼らはそういうこともありつつあるかないか分かりませんが、まあ、そんなこともあったかも分かりません。彼らは星に導かれてその後ベツレヘムへたどり着きました。そしてそのベツレヘムで幼子に出会い、その子がこの星が知らせてくれたユダヤ人の王なのだと信じて、彼らが持ってきた 王になる人に差し上げる黄金乳香持ち役という、すごい高価な贈り物を渡してしまいました。そしてよかった、出会えた、王様に出会えた、贈り物も渡せた、そして感謝して喜んで自分の国へ帰っていきました。もう一つの受け取り方、生き方ですけれども、これはメシアが現実に生まれたことを拒否する生き方です。当時ユダヤの王であったヘロデは占星術の学者たちを利用して場所を突き止め、そしてその幼子を殺そうとしました。彼もこの不思議な神の子の誕生を信じたわけです。どちらも信じたんですね。で、片方は出会えたことを神に感謝し、イエスをメシアとして神の子として礼拝をしたわけですけども、もう片方はその子を殺すためにベツレヘムに生まれた2歳以下の男の子を一人残らず殺させました。彼は単に自分の地位が危うくなることだけからユダヤ人の王となる子供を殺したのでは ないっていうことが分かるんですけども、2章の4節にはメシアはどこに生まれるのかと彼の口から言ってますので、その子が、まあ、メシアっていうのは神が使わした人、油注がれた人、神が油を注いだ人っていう意味ですから、神が使わしたメシアであるというふうにそのことは信じたんですね。しかし信じたからこそ、信じなかったらそれどうでもいいんですよ。貧しい家に生まれた男の子なんかどうでもいいんですね。でもそれを信じたからこそその子を殺そうとしたわけです。神の意思に逆らおうとしたんですね。本当にあのヘロデが生まれた男の子をあの皆殺しにしたのか、本当なのかでは本当だったらどれくらいの子供を殺したのかっていうことを、まあ、あの調べた人がいるそうですけども、まあ、あのベツレヘムっていう2000年前 あの小さな田舎の村に2歳以下の男の子が大体8人ぐらいだったんじゃないかっていう、そういうあの研究したということを以前読んだことがありますけども、まあ、その数は多いか少ないか、そしてまたそういう事実があったのかどうかというのは今となっては全くわからないわけですけども、まあ、ここに書かれている、聖書に書かれているこのところにはイエスの誕生を望まない態度、彼の存在を抹殺しようという態度が表されています。この2つの態度はイエスを自分に与えられた救い主として拝むのか、または殺すのかです。
初めにですね、私は今日の題をですね、拝むのか殺すのかにしようと思って決めていたわけですけども、まあ、殺すっていう言葉があまりにもクリスマスにはふさわしくないので、ちょっと表にかけるのをためらいまして、表現を柔らかくして拒否するのかにしたわけですけども、学者たちは幼子と母マリアがいるのを見て、そして星に導かれたっていうことを信じてですね、その小さな幼子がメシアであると信じてひれ伏して拝みました。この拝むっていう行為は礼拝するっていうことを表している、礼拝しましたという、そういう意味なんですけども、これは神を礼拝する言葉です、態度です。導きを信じて、もう実際はですね、貧しい家の赤ちゃんにしか過ぎない男の子だったわけですけども、その男の子が神が使わされたメシア王と信じて礼拝をしました。しかしヘロデ王はその村の2歳以下の男の子たちを全員殺しました。この殺すということは存在を抹殺することですか、まあ、実際ですね、本当にヘロデのように子供を彼は本当に殺してしまったんですけども、殺すっていう意味は自分の人生の中から、まあ、その人との出会いを抹殺するという意味でもあります。殺してしまうっていうのは、出会ったけれども出会わなかったことにする、自分の人生の中においてその人の存在っていうものに意味を持たせないようにする、関わらないように無視をする、それも殺すっていうことの一つの意味ではないかと思います。まあ、例えばですね、クラスの中でいじめられている子がいる、その子を見てかわいそうになっていうふうに思っても、そこで自分がこう割って出てですね、そのことしない方がいいんと違う、いじめたらあかんよみたいなことをもしか言うとしたらですね、今度は自分に被害が及ぶ、もうそれは分かっているので、それを恐れて見なかったこと、頑張ってよとか陰で思いながらですね、見なかったことにする、そんな態度のことでもあります。そしてまたテレビのニュースで、アフリカの人たち食べるものがなくって死んでいく子どもたちを見ても見なかったことにする、そして私は忙しいんだからって言って忘れる。私たちの人生の中ではいろいろな出会いがありますが、その出会いに意味を持たせるのか、それとも意味を持たせたくないのでなかったことにして忘れ去ろうとするのか、その相反する2つの態度がこの聖書には記されているわけです。マザーテレサは一番初め、まあ、彼女はそのままにインドに使わされていたんですね。そしてインドでカトリック教会の経営する、上流社会のお嬢様たちのための学校がありまして、そこで教師をしていました。しかし彼女たち、学校の中で出会う彼女たちと全く違う、インドにはこう階級制度がありまして、触れてもいけないと言われる人たちが道端で死んでいく、彼らを見てこのマザーは見なかったことにはできなかったんですね。普通の人はみんな見なかったことにするんです。彼女はしかしこの上流社会のお嬢様たち、きれいに着飾った人たちの中にではなく、人間としても見てもらえない、人として扱われなく虫けらのように見捨てられて、ただ道路上で死ぬのを待つ人たちの中にイエスを見出して、そしてそこでイエスを拝みました。
すでにイエスは私たちに与えられています。2000年前のユダヤの国の貧しい家庭にイエスは生まれました。彼が神が使わしたメシア、救い主であると聖書は言います。そんな不思議なことを信じることができない人もいます。しかし不思議だから信じるという人もいるでしょう。しかしこの信じるのか信じないのかを問われているのではありません。イエスを拝むのか礼拝するのか、それとも殺すのか、それをこの聖書は私たちに問いかけています。学者たちと共に幼子イエスを神として拝み、その幼子に神を見て自分の生き方、それを方向づけるのか、つまり自分の人生の中にイエスをいただいて自分の生き方にイエスとの関係性を持ち込むのか、イエスと出会うのか、イエスを受け入れるのか、イエスと共に歩むのか。または自分の生き方なのに、自分の生き方に神などはいらないとして、イエス、生まれたイエス、神の愛というものを無視して拒否してなかったこと、生まれなかったこと、見なかったことにして生きるのか、それが今日私たちに提示されています。拝むのか殺すのか、共に生きるのか無視して拒否するのか、選ぶのは私たち一人一人です。では祈ります。主なる神様、神の御子イエスをキリストとしてこの世界にお送りくださったことを感謝いたします。信じて感謝する道と無視する道があります。見て見ぬふりは他者を殺し、またそうする自分を殺していきます。神の愛イエスによって他者と共に生きる道を選ばせてください。そこにイエスがおられ、私たちに勇気と力を与えてくださることを信じます。神の愛が私たちに与えられたクリスマスを感謝し、クリスマスの恵みが世界中のすべての人に届きますように。そして本日で今年最後の日曜日となりました。今年一年あなたが私たちを守り導いてくださったことを感謝申し上げます。この祈りを主イエスの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。